栗原氏が開いた能登半島地震から考える会には市民らおよそ40人が参加しました。会では栗原市地域おこし協力隊の手代千佳さんが能登半島地震での活動について報告しました。手代さんは地震発生翌日からおよそ2ヶ月間石川県能登町などの被災地で行政と住民との間に入りボランティアの調整など支援をしてきました。3ヶ月水出ないっていうのはちょっとすごくびっくりしております。だからこそ人事ではなく自分事で考えた時にいろいろ何ができるかなとか、サバイバルじゃないですけどそういったことを皆さんに少し、はい、振り返っていただければな。自分がどうやって行動するかっていうのを常にこう考えさせる、家族にも考えさせる、自分も家を守ることを考えるっていうのを常にやっていきたいなと思います。栗原氏も2008年の岩手宮城内陸地震で大きな被害を受けていて、参加者は改めて災害への備えについて考えていました。